はい、皆さん、こんにちは。アスレティックトレーナー兼テニスコーチの菅生です。本日もやってまいりました。テニストレーニング100日プロジェクトのデイ12、12ですね。本日も暑いですね。熱中症大丈夫でしょうか。で、今日のメニューは、先週が結構下半身中心とした機能性のトレーニングが多かったので、今週は体幹系から入ろうかなと思う、ザ・ベーシックなやつ。先週、梅雨でね、ちょうど、まあ今も梅雨ですけど、ジメジメ系で、アイソメトリック系、嫌だなって思ってたんですけども、避けては取れない。ということで、今日は皆様、ヨガマットとである方は、バランスボールですね。で、もしある方、さらにメディシンボールもあるといいかなと思いますので、ご用意とご準備の方よろしくお願いします。ということで、また今日はプランクから行きましょうか。1分間、こちらでまたカウントしますので、ご準備の方お願いしますと。よろしいでしょうか。ノーマルプランク1分ですね。それでは行きましょう。よーい、ドン、ドン。だいぶ慣れてきましたかね。まあ、10秒です。腹圧入れて。はい。で、結構プランクは、こう、なんていうかな、目線が前という意識が強すぎて、こう、すごくこう、首を前に、目線を前にしすぎちゃう方いらっしゃるんですけど、こうするとちょっとさすがに首反りすぎることになるので、自然と目線が斜め前ぐらいでまっすぐになりますので、大丈夫です。ラスト30ですね。腹圧と、呼吸ですね。ラスト20です。お腹下がんないようにラスト10秒。5秒前、4と、3と、2と、1と。OK です。で、続いては足上げ腹筋いきますね。腹圧キープでいきましょう。長座姿勢で膝伸ばして足を自然と上げていくんですね。これも1分間キープでいきたいと思います。じゃあもう10秒ぐらい休憩していきますね。ふぅ。大丈夫ですか？じゃあ行きましょう。足上げ腹筋。よーい。はい、スタート。これも辛い方は膝か。伸ばしきらなくてね。多少曲げてもらっちゃって OK なんで、はい。とにかく腰を反らないことですね。背骨は丸めにやってください。その方がお腹が入りやすいです。で、ラスト40ですね。今日は後でこれでこう足をね、こう引き上げてくるやつとかもちょっとやろうと思ってるので。ラスト30ですね。やっぱ地味っすね、アイソメ系は。ラスト20です。トレーニングが続かない一つの大きな理由、これですよね。あと10秒です。まあ一緒に頑張りましょう。あと5秒。4、3、2、1。OK。よいしょ。で、今度またプランクに戻して、お尻ですね。プランク姿勢から片足を上げることによってお尻、大殿筋を使うという形でいきたいと思います。ちょっと数増やしましょうか。30でいこうかなと。で、これ股関節を動かすのでお尻を使うってことになるんですけども、ダイナミックな動きをしても軸足となる体幹部の方がブレないっていうことも同時にやっていきたいと思いますので、動かすとこだけ意識するんじゃなくて固定安定させているところをぶらさないようにするという意識も同時にやってください。じゃあ僕は右足から上げていきますね。よろしいでしょうか。じゃあプランク作って右足上げます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。ふぅ。よいしょ。お腹で支えて、お尻で蹴るっていう感覚ですからね。もうテニスそのものの動き直結かなと。じゃあ、逆いきますね。じゃあ、今度左足上げることになりますね。じゃあ、いきます。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK。はい、たたたたたた。よいしょ。そしたら今度は、腹筋系いきますんで、仰向きで寝て、これちょっとタフなんですけどね。例えば腰が今、ヨガマットとだいたい隙間が自然とあると思うので、それをお腹で押して、この床と腰の間にスペースがないような状態作り、ここから足上げをしていきますね。はい。上げてきて戻すときを比較的ゆっくりと。はい。で、この足を上げるときも、足を戻すときも、腰を反ると腰を痛めることになるので、常に腹圧は入れっぱなしでやるようにしてください。ゆっくり戻しますからね。はい。じゃあこれ10回頑張っていきましょう。上げたところからスタートしましょうか。オッケーですか？で、膝を伸ばせば伸ばすほど辛くなるので、きつい方はちょっと膝を曲げてやってください。オッケーですか？じゃあゆっくり下ろしていきますね。せーの。1、5秒くらいから2、3、4、5。上げます。2回目。1、2、3、4、5。はい、上げます。3回目。1、2、3、4、5。上げます。4回目。1、2、3、4、5。はい、上げます。5回目。1、2、3、4、5。はい、上げます。6回目。1、2、3、4、5。はい、上げます。7回目。1、2、3、4、5。はい、上げます。8回目。1、2、3、4、5。はい、上げます。ラスト2。1、2、3、4、5。はい、上げます。ラスト1、2、3。上げて終わりですね。5。はい。ふぅ。これぐらいゆっくり下げてくると、だいぶね、腹筋に来るなという感じですかね。はい。じゃあ、プランク2種類いきましょう。バランスボールで、上半身がまず、バランスボールと。で、2個目が、下半身に、足首か、に、バランスボールと。はい。もう慣れてる方はいつも通りかなと思いますので。で、バランスボールのご用意がない方は、この時間はノーマルプランクを2セットやってもらうということでお願いできればと思います。ふぅ、お水も飲んでくださいね。よいしょ。よろしいでしょうか。じゃあまずは上半身をバランスボールの上で、いつも言いますけど肩が突っ込みすぎないように、はい、気をつけてください。あくまで肘90度ぐらいを目安にやってください。じゃあ1分間いきますよ。よろしいでしょうか。はい、よーい。はい、スタート。うわ、足上げ腹筋の後にやるとお腹がやば。こういう時はね、時計を見ないっていうのもね、見るとね、1分が長く感じる。どうすか、みんなに言わなきゃいけないのか。今25秒経過です。あと半分ですね。腹圧は抜かない。ラスト20です。ラスト10です。で、5秒前。4、3、2、1。足上げ腹筋後はきつい。よいしょ。そしたら今度は下半身にバランスボールですね、はい、でこのバランスボールが体に近ければ近いほど負荷としては下がるので、足首あたりがきついなっていう方はすねとか膝の下にバランスボールを置いてもらえればバッチリかと思います。ということでいきますよ。一日ついて、よーい、はい、スタート。この時も肩が突っ込みすぎないように、はい。
で、体幹、プランク系、腹圧、腹筋系のメニューですけど、足にこういう高さ出すと結構肩、背中にも負荷をかけることができるので、上半身トレーニングにもなるかなと。今30です。ラスト15です。呼吸止めないように。10秒前、5秒前です。オッケー、よいしょ。じゃあ今度はまた腹筋系にいきますね。で、今度は足上げ腹筋の姿勢作ってから膝を引き上げてくると、股関節の動きを入れつつ腹圧体幹をやるというメニューですね。要は足上げ腹筋系の状態からグー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 ですね。はい、きついっす。しかし、テニスの度にやらねばというご覚悟で、はい、頑張っていきましょう。ということで、ゆっくり、片足を10回ずつ胸の方に乗せてくると、終始腰は丸く、背骨は丸くやるようにしてください。それでは足上げキープ作ってもらって、きつい方は後ろに手ついてもらって大丈夫ですよ。それでもお腹にきますから。じゃあいきますよ。足上げキープで左足から引いていきますね。せーの、1、2、これでまっすぐ引いてくださいね。3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、ラストの10、はい、10、あお、で、今のがまっすぐの動きだったんで、今度はツイスト入れます。で、ツイスト今日2種類やろうかなと思って、まずはちょっと膝曲げた状態でこうツイストただするだけ。で、2個目が今やったこの膝寄せてくるやつに対してツイストをすると。まあ、オープンスタンスとかは力学的にはそういった使われ方をするので、これもテニスにのためにやるメニューとして頑張っていただければと思います。じゃあツイストは20-20 の40回やろうかなと。きつい方は少なくしてくださいと。OK ですか？とにかく膝パカッと開かないように気をつけてくださいね。じゃあ、足上げていきますよ。はい、行きまーす。せーの、1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、しっかりねじって、7、はい、8、ラスト10回ずつ、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、ラストの10、あー、はぁ、はぁ、はい、よいしょ。で、ちょっと腹筋伸ばしつつ。で、今度は膝を、抱え込みながら、捻転か。捻子量を入れてくると。左足を引き上げた時に左にひねり。右足を引き上げた時に右にひねると。これを、10回10回、計20回やっていこうかなと思いますので。結構タイミング、体つくのタイミングも大事になってくるので、ぜひ練習も含めてやってください。メディシンある方は、ぜひ、メディシン使っていきましょう。左足引き上げた時に左ですね。はぁ、やっぱ今のできたい。大丈夫ですか？はい、いきますよ。じゃあ僕も左からいきますので。せーの、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、はい、8、はい、9、ラストの10、ああ、
痛い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 。腰大丈夫ですか？これ腰いっちゃってる方は間違いなく怪我してない限りはお腹が抜けてることをね、意味しているので、腹圧大事ですね。はい。そしたら、いいですか？もうちょっとやって。はい。ちょっと前にやった上半身系のメニューになるんですけど、プランクから右手から上げる、左手上げる、右ゆっくり下げる、左下げる。これで1というメニューですね。要は、こういう動きをやっていく。で、最初に右が先行、右、右と。で、こう10回やるんですけど、計。で、後半5回は左からやると。で、合わせて計10回です。で、この時背骨と骨盤がねじれちゃうと思うんですけども、なるべく、特に骨盤ですね。そこがねじれないように腹を意識する、安定させるということが、これまたテニスに対して必要な動きになるかなと思いますので、ぜひ頑張ってやってみましょう。ゆっくり下げるのがポイントですからね。筋トレとして考えると。OK ですか？じゃあ、プランク作ります。いきますよ。せーの、1。ゆっくり下げます。OK。はい、2回目、グッ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 と。3回目、グッ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 と。4回目、グッ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 と。5回目、グッ、グッと。今度6回目の左から行きますよ。せーの。グッ、グッ、グッ、グッと。7回目。グッ、グッ、グッ、グッと。8回目。グッ、グッ、グッ、グッと。8回目か。グッ、グッ、グッ、グッと。9回目。グッ、グッ、グッ、グッと。ラスト。グッ、グッ、グッ、グッと。OK です。あれ途中間違えたかな数。一個多かったら、すいません。はい。で、ラストは腕立て。いきましょう。とにかく腕立ては今と一緒で、下ろしてくるときにゆっくりやることで、筋トレ効果が爆上がりするので、回数よりはゆっくり下ろしてくることをフォーカスして、少ない回数でターゲットになる胸筋、背筋、お腹にくれば、オッケー。形なんで。で、女性とか、ちょっとまた筋力少ないな、ちょっと自信ないなっていう方は、膝をついて、この状態でやってもらえれば大丈夫なんで。僕は、立場上、膝を上げてやらざるを得ないという感じですね。大丈夫ですか？はい。じゃあ、今日はノーマル、上から行きましょう。前はね、下からやったんですけども、ちょっとそろそろ皆様体幹も慣れてきたのかと思いますので、あえて上からやることによって、まっすぐ下げてくださいね。5秒かけて下げていきます。大丈夫ですか？じゃあ行きますよ。ラスト種目なんで頑張りましょう。せーの。1、2、3、4、5。上げて、2回目。1、2、3、4、5。上げる。3回目。1、2、3、4、5。上げる。4回目。1、2、3、4、5。上げる。5回目。1、2、3、4、5。あと半分。せーの。1、2、3、4、5。上げて。7回目。1、2、3、4、5。上げる。3回。せーの。1、2、3、4、5。OK。ラスト2、1、2、3、4、5、ラストせーの、1、2、3、4、5、お疲れ様でした。疲れたんで、特に言うことは割愛ということで、はい。また3日後に配信の方させていただきますので、結構コメントを頑張ってます、トレーニングっていう。のを頂戴して、僕もこのプロジェクト、時々心折れるんですけど、やっていこうと、コメントをいただくたびにですね、思いますので、一人だと続かないトレーニング頑張りたい方々、引き続き一緒に頑張っていきましょう。ということで、また明後日配信予定です。怪我なく引き続き頑張ってください。さよなら。東京都立川市にあります、菅生アスレティックトレーニングセンターでは、テニスの怪我で困っている、自分に合ったスイング指導を受けたい、
テニスのための体の使い方やトレーニング指導、メニューの作成等を行っております。定期的にオンコートでのテニスレッスンも行っておりますし、遠方でお越しになれない方にはオンラインでのテニストレーニングもやっておりますので、連絡先は概要欄の方に記載させていただいておりますので、ご連絡のほどお待ちしております。